さローソンだけやってね買ってきましたけどね。あ、こんなん出てるんですね今、深蒸し茶って言って、中見たらこれお水になっとって、どうも傾けずにキャップを開けるとなんかあの追って出てくるみたいなやつっぽいな。なんか昔あったんですよねこの手のやつ。さあお手洗いしましたら、なんかお腹減ってきたんです。やっぱなんか食っちゃいましょう。さっきの親子丼とかも気になるところですけど、何にしようかな。そういう時困りますよね。これいきなりステーキで、さっきの筋やろ。下に入ってもいろいろありそうやけどな。こっち入るか。MIT ビル地下だ。あ、ここはここか。九州料理の店に、うんうん、ここは焼き鳥か。大阪曽根崎新地、そんな名前なんやね。書いてあるわ、曽根崎新地。はい、車検定。もう気になるのは気になるけどな。わ、お寿司屋さん、おお、すげえ。あ、これはお肉屋さん。これっちょ、そう。あ、どっちもか。へえ、すごいな。おわ、レンタカーさん。なんだか、ビジュアルアーツ専門学校。ここ来たら鍵っ子はここやなあかんかもしれませんね、もしかしたら。うん、でもそうや、でも考えてみたら、あ、そう、ゲームメーカーのビジュアルアートも大阪ですもんね。うん、なんかついついだいぶ歩いてきてしまっとるけど、こっちだとだいぶ梅だからちょっと外れになってきそうやけどな。でもなんかこっちはこっちでお店ありそうですけどね。冷たな。あ、また来まおう。なんかあるかな。ここは NTT テレパーク。NTT 西日本のあれかな。NTT データとかになってますね。へえ。でかいなぁ。わぁ。うん。やっぱ一本入るとちょっとあれですね。うん。落ち着いた感じになりますね。で、道島。わぁ、なんかすごいビルが。こっちの方に来ても全然ビル。あ、検察庁なんだ。四日市の建設業と全然やっぱ大きさが違いますね。何倍気もあるし、そろそろなんか飯食いたいな。すごいな、これ建設業やったんや。ちなみに山田さん、なぜか建設業、四日市の建設業は100回ぐらいは行ってますからね、うん、お世話になっております。その説はっていうねところですけど、多分四日市は近畿の扱いになってますよね、検察庁は。そうそうそう、ああよく行ってましたよ、検察庁と検察庁と裁判所がね、隣になってますからね四日市は。 ABCD の島ビルとかキンダーキッズなんなんや。
キンダーってことは、幼稚園、保育所みたいなのかな。わ、綺麗だ。なんか綺麗だ。どうしよう、クロスウォーク。何があるの？ショップ、カルチャー、カフェ、レストラン。あるんだ。ちょっと見ていこうか。